さあ今週も始まりましたザ・ヒット磯部君彦です。よろしくお願いします。そして本日の解説は福本さんでございます。はい、よろしくお願いします。さて今週は恵美子さんでございます。なんと番組初登場の大野春夫さんとですね、これまた番組初登場の場所でございますね、神奈川県のですね相模湖で聴講でございます。大野さんはまだ23歳なんですよね。はい、去年からJB トップヒューティーに参戦する若手バスプロですよね。なるほど、うん、川内湖、相模湖なんかでもこうガイドされてますから、はい、楽しみですね、はい、さあどんな釣りになるのか、それでは VTR どうぞ。今回は神奈川県相模湖にやってきました。私は相模湖に来るのは初めてなんですが、なんとここ相模湖はザ・ヒットで来るのも初めての場所ということです。そして今日ご一緒していただくのは番組初登場、大野春人さんです。それでは早速行ってみましょう。あちらで、あ、準備されてますね。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、私初めて相模湖に来たんですけど、はい、大野さんは相模湖はよく来られるんですか？よく来てますね。最近はちょっと前まで夏のパターンだったんですけど、はい、夏からちょうど秋に切り替わるタイミングで、ちょっと難しいタイミングではあるんですけど、魚がいるところには結構いいサイズがいるんで、はい、今日はそういうのを狙って頑張っていきましょう。そうですね、では今日は一日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。最初のポイントに到着しました。はい、ここは、はい、ボート屋さんを出て割とすぐの場所ですよね。はい、どういった場所ですか？ここはこういう風に船が浮いてたりとか障害物がたくさんあって、はい、非常に魚が多い場所ですね。はい、朝は当たりのあるところで、はい、じゃあ当たりのあるところから、はい、ここから、はい、どうやって狙っていきますか？まず僕は、はい、ジャスティン、これでちょっとフィーディングしてる魚をトップで。私の方はヘッドシェイカーの5インチのヘビーウェイトモデルですね。それはもうただ巻きで、ただ巻きで、はい、ここを平行に流していきます。はい。うわ、追ってきてた。え、うわ、今出る寸前だったな。40ぐらいでした。食う寸前でした。朝はやっぱこうやって追いかけてくる魚多いですか？多いですね。表紙結構浮いてるんで。これがお昼になると、なると本当もう日陰とかに密集している感じですね。だいたい何時ぐらいまでが今の時期だったらチャンスなんですか？朝は8時ぐらいですかね。はい、じゃあその間に釣りたいですね。あ、バスいるな。これ棒アームの 4.2 です。今見えたのを狙ってるって感じですか？見えました。2匹ぐらいピューって泳いでいって。おお、結構いますね。はい、めっちゃ速いです、回遊が。うーん、はい、いたと思ったらすぐいなくなります。その回遊が速くてすぐいなくなるっていう魚は釣るのは難しいんですか？難しいですね。あ、止まっていってくれる方がルアーを見つけてもらいやすいんですけど、狙いが定められるんで。ヘッドシェイカー5インチのヘビーウェイト、恵美子さんと同じのに変えました。はい、僕は 0.4g の、ネイルリグ、オフセットフックとネイルシンカーを入れたタイプで、テールをちょっと揉んで塩を抜いて柔らかくするっていうチューニングを残した。で、塩が抜けちゃうんで軽くなるんで、はい、その分ちょっとネイルシンカー軽いのをお腹側に入れて安定させるようにして使ってます。それはテールを柔らかくするっていうのは何が違うんですか？はい、テールをこう柔らかくすると動きが柔らかい動きになって、はい、ちょっと動き方が違うんですよね。そっちは、はい、あのウェイティッドフックなんで、はい、安定して重りの重さで結構引いてこれるんですけど、はい、こっちはあのノーシンカーに近い感じでナチュラルに弱々しい動きですね。はいはいはい、弱々しい動きを出す感じですね。同じものでもそんな使い分けができるんですね。はい、できます。すごい。あとそのヘ
ヘビーウェイトと通常モデルでの使い分けもあるんで。へえ。こっちの方、ヘビーウェイトの方が塩がいっぱい入ってるんで、はい、ちょっとや柔らかい動きを出せるんですけど。へえ。通常の5インチの方がもよりもっとパワーのある水押しの強い感じでアピールするタイプになりますね。へえ、なるほど。あ、バスいた。お、いました。あ、こいつ昨日もいたやつだ。狙います。あ、違うのが食いそう。あ、見えましたね。私も2匹ぐらい。全然やる気ない。完全にではもうこっちに気づいてたんで、はい、気づいてるけど気づかないふりしてますみたいな。そんなことするんですか。あ、めっちゃいる。めっちゃいます？これ、うわ、30匹ぐらいいます。これ多分釣れますよ。スピニングに持ち替えた方がいいかもしれないです。はい。何ですか？ボアームの 4.2 インチのノーシンカーですね。はい。どのあたりにいますか？この木が生えてる手前あたりでいいです。はい、食ってる。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 巻いてください。ああ。一瞬重さ感じましたけど、すぐいなくなりました。ラストエースに変えます。ちっちゃいのも大きいのもいるんですよ。はい、どれが食うかわからない。はい、ちっちゃいのの数の方が圧倒的に多いんで、ちっちゃいのを食う確率の方が高いですけど。はい、お、お、当たり、来た来た来た。お、あー、ちっちゃい。お。あ、これも可愛いサイズですね。あー、でも反応ないで、お願い。最悪。あー、惜しい。はい、さっき僕ライン見てて、うん、食ってるのかなと思ったんですけど、もしかしてと思ってちょっと分かんなかったんで言わなかったんですけど。はい。いましたね。いましたね。ちっちゃいけど。おおおおおお。一匹目。一匹目。これは狙って釣ったんですか？そうですね。はい。今結構群れがたくさんいるのが見えてたんで、はい、引いてきたら追いかけてきて、はい、でトゥイッチでちょん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 って逃がしたらそのままパクッと食いました。おお、その30匹ぐらいいるって言ってた群れのところですか？途端に映ってて、はい、それで映ってる周辺に投げたら追ってきたって感じですね。へえ、朝の可愛い1匹釣れましたね。で、王のプロですけどね、明るくて元気で本当に気持ちがいいですね。そうですね、最初は緊張した感じでしたけどね、はい、あの1匹釣ったんでリラックスできたでしょうね。そうですね、あと、うん、あの相模湖でガイドもされてますから、はい、よくポイントはご存知です、やっぱりね、まあ、トップフィフティの選手ですからね、状況早くは、はい、早いですよね。そして、はい、あのやっぱり今の若手といいますかね、最新の魚探を合流駆使しながら釣っていくということで、まあ、トーナメントの世界では当たり前ですからね。そうなん、今のトーナメンターでもそれをそれができないことに、そういうことですね。まあ、その今後、これ、まあ、後半ですけども、はい、この若手の大野プロどうなるのか楽しみです。後半に続きます。相模湖は多分関東のリザーバーの中でもバスが多い方だと思います。へえ。でも一番びっくりしたのは、はい、釣り人さんが多いなって思って。あ、多いですね。、はい、かなり。うわー、抜けた。わー、ついてきてた。ちっちゃい。さっき食ってたのも多分ちっちゃいのが、はい、テールをハムってして、はい、多分それで針にかからなかったです。
またまた移動してきました。はい、ここはどういう場所に来ましたか？ここは最初に行ったポイントと同じようにオーバーハングがあって日陰がずっとあるんで、はい、この周りを回遊している魚を狙って、はい、その周りを巻いていきます。はい、わかりました。そうですね、今ここ水中に岩盤があってその落ちたところを回遊しているバスがいるんでその周りをちょっと巻いていってます。ここ今ボートの真下が 16.4m です。へー深い。急進 なんですよ。で急にガクーンと上がるんでそっからその周りをちょっと、まあ、重いやつで。相模湖は全体的にそれぐらいの深さなんですか？いや結構関西のリザーバーと比べると浅いですね。へー、 10 メートル行くか行かないかぐらいのところが多いですね。でかいのは多分日中釣りやすいと思うんですよね。日中になったら流れが当たるところとか日陰とかに、はい、そういう魚も固執して入ってくるんで、狙いが絞りやすいんで。朝だと活性は高いんですけど、はい、サイズはどんなサイズが来るか分からないんで。いやー暑い。2023年最後の猛暑って言ってましたからね。今ツインテールリンガーの 2.2g のネコリグで竿はハイド&シークです。シフォーリーチでちょっとハサミでカットして触手を増やしてるんですけど、はい、それです。魚いっぱいいますね。いった。うわ、釣りました？いや今もう食いそうになってるんですけど。おー、うわー食え。食いそうで食わない。結構でかいサイズ。お、そんなに大きくない。よし釣れました。あ、バレた、危ねえ。セーフ。これはあの木のあたりにいたんですか？そうですね、立ち木の中にカバー猫で入れて、はい、枝をかけて水中ちょうちんみたいな感じで。はいはい、これですね、ツインテールリンガー。うん、めっちゃ元気な魚ですね。はい、OK です。はい、ありがとうございます。季節が進行して移動している魚もいたりしていろんなところに魚がいるんで、うーん、合わせていくのが難しい時期ではありますね。うーん、キッカーバグファットベイビーの 8.8g テキサスリグです。僕はカワークリッパーでいきます。なるべく枝に引っかかるように落とした方がいいです。はい、昨日もこの先端をずっと回遊してるでかいのいて食わなかったんですよ。あー、でっかいのいる。こういうカバーって絶対いますよね。うん。絶対いるんですけど。はい。うわー、でかい。あ、出てきた、出てきた。あ、めっちゃいく。あ、ちょっと大きいんじゃないですか。あ、めっちゃいく。ネットあってよかった。うわ、めっちゃいく。よし、もう一回。よし、無事だったじゃないですか。お見事、お見事。こういうところに絶対いますよねって言ってたら絶対いましたね。はい、いましたね。すごい、いいサイズですね。はい、50ぐらいありそうですね。うん、ルアーはあのさっきからずっと使ってるカバークリーパーの 3.5g にバスエネミ
4.5 インチのカットしたものですね。それをトレーラーにつけて。もう初出演でこんないい魚釣れてバッチリですね、はい、ありがとうございますありがとうございます。嬉しいです。今の魚、はい、このスピニングタックルで釣ってましたよね、はい、こんなカバーもできるんですね。全然できますね。 69H っていうスペックなんですけど、はい、スピニングなんですけど、まあ、ヘビーのパワーがあって、はい、なおかつすごく軽くて投げやすいんですよ、はい、パワーフィネスって長くて重くて投げにくい竿が結構多いんですけど、はい、この竿はもうサイドキャストでも普通に他の竿と同じ感覚でこうピュッと投げれるんで、うん、すごく使いやすいです。うーん、軽くて投げやすくて、でパワーもめちゃくちゃあるんで、はい、お、来た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 、お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 、そのままそのままもっと巻いてください。もっとどん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 巻いてください、はいはいはい、あ、いたいた、今のすぐ巻いちゃってフッキングできてなかったですね。惜しい。うわ、でも確実にバスには近づいていってますよ、はい、次ですね、次次、よし、うわー、マジか、ちっちゃいですかね。でもちょっと厳しいは厳しいですね、やっぱり。まあ昨日もこんな感じでしたけど、昨日は曇ってたんで、今日晴れてて余計にちょっと杭は渋いですね。ああ、あれフロッグで出そうじゃないですか。おお、わごめんなさい、でっかっ、ゴジラップ、ゴジラップ、うわー、なんで食いミスしたんだ水面にもう思いっきり体出して食いました。まだかかってる、かかってる、あー、そんなでかくないこいつはそんなでかく抜いちゃいます。うい、これはさっきの50アップとはまた違う魚、違いだいぶ違いますねやっぱり集まってるカバーだったんです ね、 そうですねでかいのが食ったのはあのレイダウンの岸側で、でこれはセンターに入れたら食いました。うわ、ボイルした。そこ投げれます、そのアルミボートの右側、はい、OK です。よし、よいしょ、おー、上がりますですねギリギリまでやってよかったですね、はい、そうですね、ちょっと最後ボイルしたんでエミコさんに釣ってほしかったんですけど、はい、すいません、僕が釣っちゃ僕の方に食っちゃいました。いや、もう釣れたのでよかったです、はい、釣れました、はい、帰りましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、私は初めての相模湖だったんですけど、はい、ちょっと釣れそうってはすごく何回も思ったんですよ、はいはい、でもちょっと私のフッキングが甘かったせいで釣れず。でもそんな中でも、はい、やっぱ大野さんすごかったですね。いや、今日ちょっと杭が渋かったですね、うんうん、普段よりもちょっとバイトしてきてもショートバイトっていうのが多くて、はい、なんとか途中で合わせていってこう状況に合わせていた感じですね。私ももう一回リベンジしたいので、はい、また案内してください、はい、また次回チャンスがあればよろしくお願いします、はい、ぜひお願いします。今日は一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。
いや、大野プロね、番組初登場、つまりデビュー戦見事に飾りましたよ。初登場のあのサイズですからね、はい、大成功ですね。大成功。では今回のヒットルアーのご紹介、まずはこちらラストエース75です。見た目がベイトソロなんで、はい、見えた無理を狙ってサイドフィッシングで使ってましたね。はい、続いてこちらツインテールリンガー 4.7 インチです。いろんなリングに対応するリングアームですね。はい、今回はカバーネコリグで水中の立ち切りかけて使ってましたね。はい、お次はこちらヘッドシェイカー5インチヘビーです。強烈な収容力を誇るシャトテールアームですね。はい、今回はテール部分の塩を揉み出してより柔らかい動きを演出しましたね。はい、ラストはこちらビッグサイズを釣り上げましたカバークリーパー 3.5g とバスエネミー 4.5 インチの組み合わせです。はい、バスエネミーのテールをこんな感じでカットしてトレーラーにしてましたね。はい、このセッティングはパワーピレスで効くみたいですね。あの大野プロですけど、こう塩を揉み出したりとか結構なんかね、ワームカットとかそうです、ね、スチューンがお好きなんで、はいはい、しかし、まあ、あとはもう恵美子さんもチャンスあったんですけど合わせがね結構当たってましたけどね、はい、魚多いでしょうね。魚が多いです。でもなんかこういい感じのリュラーは一度行ってみたくなる、行ったことないですけど、ね、うん、まあ、今度1時間があれば、はい、そういうところでよく頑張ってくれました。ありました。さて今回のポイントはこちら、数もサイズも狙える関東の人気フィールド相模湖ですね。そうですね、関東では70年近い歴史を持つ老舗の釣り場ですよね。はい、バスの数も結構あるんですね。あのレンタルボート屋さんもたくさんあるようで、はい、免許不要のボートもあるようですよ。はい、見た感じですね、カバーもある、岩盤もある、川筋に上がっていくことも可能ということで、まあ、いろんな釣りいろんなことが楽しめそうですね。平日でも結構お客さんが多いということなんで人気あるんでしょうね。はい、もう本当にぜひとも一度行ってみたいフィールドですね。行きましょう。ありがとうございます。嬉しいです。あのですね、大野プロですけど今回出てもった、あの今は高知県出身なんですけど、はい、今は河口湖の近所に住んでおられまして、なぜかと言いますとね、河口湖は試合も多いし強い選手もいっぱい来るということで自分の腕を試したいという。しっかりしてますね。してます。これから楽しみですね。はい、これからも期待の若手のホープです、ね、うん、ではそういうところで来週はベテランでございます。なんと清水モルゾープロの登場でございますね。愛媛県の野村ラムでボッコボコです。またボッコボコですか。はい、楽しみですね。もうわーはーはー、ボッコボコです。楽しみ、来週まで、さよなら。今回は遠征です。じゃがうえいよっしゃ、でかいでかいで、よいしょ、うえい最高